吉本プラモデル部チャンネルをご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます、部長の哲夫です。そして息子のカンタです。よろしくお願いします。今日はですね、1月1日、元日ということでございまして、東京のダイバーシティにありますガンダムベース東京の、福袋を買ってまいりましたので、これから息子と一緒に開封していきたいと思います。イエーイ。さあ、そういうわけで、4つ買ってまいりました。本当はですね、1万円の MG が入っている福袋、福袋大の方を買いたかったんですけど、ちょっとね、朝から行列がすごかったね。売り切れちゃった。そういうわけで、ショーの方、福袋ショーの方しか買えなかったんですけど、お一人様2つまでということで、息子のカンタと、僕とで2つずつ買いました。さあ、それを、開封していきたいと思います。実はですね、ショーとはいえ、あのプレミアムバンダイのキットも入ってますんで、これはちょっと期待ができます。さあ、じゃあまずは1個目、はい、1個目いきますか。カンタ、これは、お父さんの、カンタの、じゃあ僕の、カンタの、よし、わかった。じゃあカンタ開けろ。はい、さあ1個目ドーン。お、なんだそれは。はい、はい、ジンオリジンのザクワン。さあ、そして次はどれかな。これだ、ドーン。あ、プレ版のやつじゃない。お、プレ版だ。ガンダムユニコーンの、なんだろう、見てないからね。何これ、俺カンタ知らないんじゃない。そうだよ、知らないよ。これは、バイアランカスタム。イエーイ。バイアランカスタムの2号機かな。はい、次。さあ、5000円の福袋なんですけど、8000円分ぐらい入ってますからね。 あ、次何。あ、これ知ってる知ってる、見して見して見して、みんなに見して。何、お父さんがなんかテレビに出て、ビルトファイターズトライのその時に出たガンプラ。おお、なんていうやつ。プラスキーパーティクルクリアスクランブルガンダム、スクランブルガンダムです。はい、スクランブルガンダムです。さあ、そして最後、ゴールドフレームだ。おお、なんだ。ガンダムアントレイのゴールドフレームでございます。え、プレ版のやつがこれ3つ。これプレ版で、これもプレ版で、これはこれもプレ版かな。プレ版3つ。ちょっとクリアだったらプレ版です。どうだろう、中身ちょっとチェックしていきたいと思います。はい、中身、おーおーおー、ゴールドフレーム、かっこいい、イエーイ。お、あ、こっちメタリックです。え、メタリック、クリアじゃん。プラスキーパーティクルクリア。こっちでかいです。こっちでかいです。こっちは大きさで言うんだね。あー、パーツ多いな。青、白、黒、うん、色々、青、白、黒、黄色、赤がない。うん、バイアランカスタム2号機イエーイ。はい、1つ目はこういったラインナップとなっておりました。じゃあ2個目いきます。はい、2個目はこれはカンタのお父さんの、どっち。じゃあ、うん、ちょっと覗こうとしたろ今。うん、僕の。これもカンタの。よし、じゃあ開けようか。よいしょ。じゃあまず1個目。はい、ジム3ビームマスターでございます。ジム3ビームマスタービルドダイバーズのやつ。これは誰が乗ってるやつ。ユッキー。ユッキーのやつ。あ、はい、バイアランカスタム2号機が、あら、かぶった。はい、バイアランカスタム2号機がちょっとかぶってしまいました。そして次はまたかぶりました。あら、またかぶった。あ、ゴールドフレーム入ってる。あれ、そしてこっちも、あとハサミが入ってる。アストレイゴールドフレームアマッツ。ということでジム3以外は全部かぶっちゃった。あ、じゃあお父さんじゃあこれは、これはお父さんでいいの、この3つ。うん、うん、じゃあこの袋はお父さんのだったことにしよっか。はい、うん、じゃあお父さんの1個目は、こうなっております。ジム3ビームマスター、ガンダムアストレイゴールドフレームアマッツ、そして、スクランブルガンダム、そしてバイアランカスタム2号機でございます。じゃあ次の袋いきましょう。次の袋はこれ。これはどっちのにする。じゃあ、うん、僕の。
ぞ。よし、これは簡単の。さあ。変なの、違うの入った。違うの、もう開ける前に覗かないの。はい。開けるのが楽しいんでしょ、これ。はい。サンダーボルトのザクです。ザク9、旧ザク、ガンダムサンダーボルト用。そう、旧ザク、ザク1。本当は緑なのにオレンジでございます。そして、また被りました。ファイアランカスタム2号機。なるほど。そしてガンダム、アストレイ5、アマツ。あ、もうこれ全部一緒だ。スクランブルガンダムでなるとあと一つも被ってんのかな。じゃあこれ最後お父さんのだっけ。うん。さあお父さんのまず1個目。あ、ジムスリービームマスター。ビームマスター、新しいのだ。お、新しいプレミアム。待って。さあそして次がハンブラビスバーン。これはビルドファイターズアメイジングレディのやつですね。はい。さあ4つ目のアマツ、ガンダムアストレイ、ゴールドフレーム、アマツ、4つ目。さあそして最後はドン。お、スーパーフンミナー。妹が持っています。これアクシズエンジェルバージョン。これ妹が持っています。アクシズイメージカラー、カラー違いでしょ、色。カラー違い。うん、こういう風になりました。結構ね、HG の5000円のやつはね、もう同じやつが結構ね、全部にアストレイ、ゴールデンフレーム、アマツが入ってて、3つがこちらですね、スクランブルガンダムね、とバイアランカスタム2号機が入っていたというような感じでございます。ございますね。どうだった、欲しいのあった。うん、あった。うん、どれが一番良かった。これこれ、うん、あ、じゃあいいじゃんね。スクランブルガンダム3つあるから、いろいろ合わせたりとかしてさ、ミキシングとかしていろいろ作れるじゃん。さあそういうわけでね、今回こういう結果、感想としてはどう。嫌だなっていうところがありました。ここの3列が全部同じなのがあとここのここが全部同じっていうことです。そう、ちょっとね、お父さんもちょっと思った。キット自体はね嫌じゃないんだけどね、1人2つまで買えるでしょ。で2つ買ったら結構被るのがちょっと多いかな。お一人様2つまでってなったら絶対に被りが出ちゃうから、もうちょっといろいろね種類あってもよかったかな。台の方はお父さんたち買ってないじゃん。だから台の方を買ったらまたちょっと違ったかもしれない。だから台と小で買うのが良かったのかもしれないね。良かったこと。良かったこと何。僕ね、サンダーボルトのフルアーマーガンダムを作ったことがあるんですよ。うん、作ったね。で、旧ザクを作れば揃っちゃうんだ。ちょっと揃うっていうのが面白いって。カンタはフルアーマーと、旧ザク。あ、ちょっと待って、一緒に。何、どうしたの、どこ行くの。ちょっと子供部屋。子供部屋行くの見せたいのみんなにいいよいいよ。ほらね、カンタが自分で作ったんだよね。これは何ですか。フルアーマーガンダムです。サンダーボルト版のフルアーマーガンダム、はい。うん、これ今お気に入りなんだよね、この間作って。はい、うん、お気に入りです。だけどサンダーボルトはこれお父さん作っていいの。うん、うん、で戦わせる。戦わせはしないな、壊れちゃうそっか、戦わせはしないんだ。飾って、うん、じゃあカンタのとお父さんので並べて飾ろうか。うん、なるほど、そうしよう。うん、まあまあ楽しかったね。うんうん。さあそういうわけで、昨年もいろいろね、生配信などやりまして、皆さんたくさん見てくれてありがとうございます。今年も吉本プラモデル部頑張っていきますので、皆さんぜひともよろしくお願いします。あ、僕からの注意。はいはい。ガンプラちっちゃい子には与えないでください、必ずなんで食べちゃうから。食べちゃわないよ。まあちっちゃいパーツはね、食べちゃわないようにね、気をつけてください。まあカンタも2歳半からやってたからね。はい、そういうわけで、今年も吉本プラモデル部をよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。